栗本、前受けから梅木を突っ張る動き。堀江翔吾は今5番手で仕掛けていきました。栗本突っ張って今度は関東勢は受けそうで、堀江と栗本、栗本は岡の内目少し覗きましたが、ね、粘る体勢だ。近藤と敏明がマーク外れています。岡が狙われて6番栗本がこの堀江の行為をさばく競争になって、降りた岡は5番の神山一郎ちょっと絡み気味、1番の近藤は5番手になっています。堀江の後ろは6番栗本がはまって6番手から強烈な加速、7番梅木悟のまくり、合わせようとする堀江翔吾、 200m を通過した。堀江の二の足、梅木ちょっと止まり気味で内に降りた3番青井健二が今度は2番の堀江の行為から追い込みを狙ってくる。4番岡と外から5番神山雄一郎、3着争い大接戦、先頭2番の堀江翔吾後輪、2着3番青井健二。